文化学園大学杉並中学校、高等学校は東京都杉並区阿佐ヶ谷南三丁目に所在する私立中学校、高等学校。高等学校は中学校から入学した内部進学の生徒と高等学校から入学した外部進学の生徒が第1学年から混合してクラスを編成する併設型中高一貫校で文化学園大学の付属学校である。 2017年度までは女子校で現在は教学である。略称は文化学園大杉並、文大杉並、文大、文杉など、中高一貫教育で4.2生を実施し、高等学校は2014年3月31日まで特別進学、英語、総合の4コースを設けた。文化学園大学、 文化服装学院など系列校へ進学する者は15%程度で、他大や専門学校等に進学するものがほとんどで、ある。学校も、他大学進学に非常に熱心で、教員や講師による早朝、放課後特別講習や夏、等、春季講習を開講している。校舎改築、制服デザイン一新、ダブルディプロマコース、特進コース、進学コース等の設置等により、 年々倍率が高くなっている。部活動は、運動部は、関東大会やインターハイ等の常連で、ソフトテニスは2017年に、皇后支配全日本選手権大会で優勝している。選択服職有志による青林祭のファッション賞が有名である。2016年4月1日以降は、以下のコース設定である。ありがとうございます。